未来ミーティング。この番組はショーケースグループのメンバーが未来をちょっと良くする知識や情報をお届けする番組です。こんにちは、ショーケースキャピタルの鈴木です。そしてリユージャパン株式会社の高橋と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、前回もう1年ぐらい前ですかね、登場していただいたうちのショーケースグループの会社のリユージャパンという会社から高橋さんに来ていただきました。はい、高橋さんは何といってもスマホのスペシャリストなのでまたハードルが、はい、ちょっとハードル上げますけれどもはい、で今日はですね、いつもはこうおもてなしエピソードみたいなのをやってるんですが、はい、うん、この9月にですね、予定なんですけれども、新型 iPhone が間もなく発売される予定なんですよ。 iPhone16 ってやつですねが発売予定なので、まあそれの発売記念特集という形で、まあ、今回とあとは次の週もちょっとそのあたりをですね、それはいいわね、いろんな iPhone にまつわる情報をちょっと高橋さんの方にいろいろ教えていただこうかなというふうに思ってます。はい、まあ、どうして先に情報知ってんだろうね、素朴な疑問、まあ、あくまでネットの情報だったりとかまだ未確定、発表前ではあるので、まあ、実際にどういう感じのものが出るのかなとか、うん、そのあたりをですね、うん、まあ、予想とか、まあ、あくまでそういったレベル感なんですけど、まあ、あとはリユージャパンという会社が、うん、まあ、そのリユースのこともやってるので、うんうん、そのあたりも少し聞けたらなというふうに思ってます。はい、じゃあそのあたりでこう新型 iPhone についてはどういったことが高橋さんからお伝えできますかね。ありがとうございます。一応今日の、お話に関しては一つ目はまず発売までのスケジュールについて、ご説明簡単にできたらなと思います。はい、で続きましては、まあ、皆さんもちろん気になってると思うんですけども、うん、そのじゃあ新しい iPhone にはどういった性能が加わってとか、うん、今までの iPhone とはどう違うのかっていうような部分を、まあ、簡単にお話しさせていただいて、そこよね、知りたいのはね、知りたい、うん、そうですよね。あとはただもっと多分知りたいのは、じゃあ新しく買い替えるためにはどういった買い方をするのがお得なのかっていうところを、うん、確かにそれ大事、もともとリユージャパンならではの、うん、そうですね、ですね、うん、今リユージャパンでは中古のスマートフォンとかを法人様のお客様向けに販売とかはしてるんですけども、その前まで私の方ではドコモショップとか au ショップではそういった店長の経験だったりっていうことをさせていただいてたので、ちょっと今回はその経験を踏まえてのお得な情報をお伝えできたらと思います。ぜひ、はい、よろしくお願いいたします。じゃあちょっと早速、そのスケジュールについてっていうところなんですけども、まず今、言われているのが、来週火曜日9月の10日の午前2時ですね。もう夜中、細かい深夜帯といいますかこれがまあ日本時間でいくと、その時間帯に、Apple の正式な新製品の発表会が行われるといったところで、この先の情報に関してはもう基本そこを待たないとちょっと確定とは言えないという話にはなるんですけども、まずはここで、発表がありますので、はい、ちょっとかなり深夜帯の深い時間にはなるんですけども、なんだ、すぐその時間、うん、オンタイムで見たいっていう方は、うん、ぜひともその時間に構えていただければと思います。結構ね、アップル好きな人はもうそれをリアルタイムで見て、そうでもすぐネットがこうざわつくっていう、そうそうね、まさにそうなるんですよ。うん、ただまあもちろんそれを逃したとしても、今だとYouTube とかそういったものでね、簡単にまとめてくれているような動画ともすぐ上がりますので、明けの火曜日の朝にでもご確認いただけたらかなと思います。でここからその週の金曜日、これはまだあくまで予定というか予想の範囲になりますが、例年でいくと金曜日の13日におそらく夜9時から予約開始といったところがスタートになるかなと思います。結構やっぱ殺到するんですか？これはもう基本やっぱりお店では予約この時間なかなかやってるお店少ないので、皆さん大体携帯電話から本当にもう予約するぞっていうのを構えて、時間になったら一斉にっていうのは絶対起きる現象なので、面白いよね、ここに入り込めるかで発売日すぐゲットできるかみたいなところが決まってくるかなと思います。でそこから翌週の金曜日、20日ですかねに、実際の発売になるであろうといったところが今出ているようなスケジュールの予想になりますので、
今1週間前に予約開始して売ってくれるのは1週間後なんだ。1週間後になります。もう、ま、待たせるよ、ね、ただここで予約を取らないと発売日にはなかなか手に入らないっていうのが iPhone 難しいところですね。まあ、これからが予約なので、うん、もうどうしてもすぐ欲しいんだっていう方は13日の午後9時めがけて、予約の準備をしていただくのがいいんじゃないかなと思います。はい、なんか争奪戦ですね例年どうしてもなりますね、うん、皆さん。あとは、まあ、新しいちょっと機能についてっていうところは本当に簡単に触れようかなと思いますが、はい、今言われているのはデザイン、まず、まあ、機種の種類といいますか、うん、に関しては今出ている iPhone15 とほとんど一緒です。うん、今あるのが通常の、まあ、モデルといいますか、うん、から15プラスっていう大きいサイズのもの、うん、あとはプロシリーズって呼ばれる、まあ、スペックがかなり上がっているような製品の、まあ、構成は一緒。お、そうなんですか。いいの持ってますね。いいの使ってます。でもね、困るのよ。充電器貸してっていうのがなかなかできないのよ。うん、持ってない、あ、合わないのよ。あ、そうですね。15は。今あのタイプ C っていう、はい、充電器の差し込み口が iPhone 変わってますからね。持ってなくちゃいけない。そっか、うんうんうん。そういうちょっと大変。大変なところもあるんですね。16は一緒かな、 C かな。16も15と同様に、はい、C のままで続くかなとは思ってます。あとはまあ大きくデザインとか色も、うん、あとはカメラ性能とか、うん、結構もちろん細かいところでしっかりスペックアップはするであろうっていう話は、うん、ネット上でも出ているので、うん、このあたりは本当に発表をまず期待しましょうと、うん、で一番今言われている注目の、機能、追加機能っていうところは今結構巷でも話題なのか、いや知らない、何生成 AI、 AI をスマートフォンに組み込んだ状態になるんではないかと。これが今回の一番おそらくトピックスといいますか、注目されているポイントですね。あれ、アップルでは初ですか？今回の機種が初になりますね。今までのどうしても機種15までの機種ではこのアップルの用意する AI に対応できないスペックだったっていうぐらい、じゃあだいぶ上がるね。相当スペックも上がるんではないか、上がるよね、上がるよね、そうですね、上がるでしょうねでもこれ通販番組じゃないからさて何割引きみたいなさぞお高いんでしょうみたいなそうですね、価格についても今は、うん、まあ、iPhone の今の15よりは少し上がるのかなっていうぐらいで言われてはいますが、まあ、今どの iPhone も高いですから。そうですよね、なかなか、まあ、円安っていうのもあるので、うん、そういった影響もあるだろうし、本当に後悔しない機種を皆さんお選びいただければかなというふうに思います。なんか AI の搭載って、まあ、他のその機種ではアプリ以外では入ってたりするんですけど、なんか何に使うんですかね難しいですよね。そこは僕も今日の今日まで、うん、どうすれば一般のユーザー様がみんな使えるのかって考えたんですけど、果たしてそこまで必要なのかっていうような疑問にはちょっとまだぶつかってますかね。なんか構成考えたりとか、うん、営業のあれ考えたりとか、ね、そういうのかな。ただいわゆるビジネスシーンでは、うん、結構 AI はもうかなり投下されてるんだけれども、ね、うんうんうん、まあ、さっきみたいにそのケンさんがおっしゃっていただいた文章作るみたいなのって、うん、別にこうブラウザー上でできるから あえてこうスマホに載せて何をさせるのっていうのはちょっとハテナなんだけど、手軽に、うんうん、すぐになんかねこうどういった使い道は、まあ、もしかしたら これから我々がテストされるかもしれないですよね、うん、こんな使い方、うん、あんな使い方みたいなのを、映像系じゃないの、ほらあの SNS がもうすぐどん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 上げるのがやっぱりあるから、はいはいはい、より個性的にするためにも AI 使って、うんうん、確かにね、よりオリジナルなのかもしれないね、うん、そうです ね、だからそのあたりっていうのもちょっとどんな感じになってくるのかねえ、うん、個人的にはアップルがどういうふうにこう押してくるのかっていうのもありますよね。そうですね、すごい気になる発表が本当に待ち遠しいなと思いますね、はい、あとは、じゃあその購入についてどういった買い方をするのがじゃあお得なのかと、はい、確かにどうせ買えるならば、ね、そうですね、これによっても本当に同じ iPhone16 を買うってなっても1万円、場合によっては2万円3万円と購入金額が変わってくる可能性もあるので、うん、ぜひここはちょっと お聞きいただければかなと思います、うんうん、はい、買い方に関しては基本2つ、まずは2つ、うん、2パターンで考えていただければかなと思うんですが、1つ目は Apple のストアで、うん、買うパターン、まあ、オンラインで、オンラインでか、あと公式 Apple ストア、うん、公式 Apple ストアとかですかね、うん、はい、で買うパターンと、あとはドコモショップ、 au ショップとかっていうキャリアショップで、うん、機種変更だったりっていう形で買うパターンの、まず大きくはこの2つです、うん、はい、
で、ま基本的にはもうご自身でインターネットでの購入ができて、あとはデータの移行とかそういったのをサポートも大丈夫だよっていう方は、おそらくアップルのストアで買った方がお得に買えるかなと思います、うん、やってもらうとやっぱりそこがプラスされるってことか。そうですね、どうしてもアップルストアでの価格とドコモショップとか au ショップでの価格は違うので、そこのが自分でもできるよ、サポートは別になくても大丈夫だよっていう方はストアで買っていただくのがまずお得かなっていう分かりやすい一つ。そうか、じゃあすごく、まあ、IT リテラシーが高いというか、そうやってスマホに慣れてる人はそっちで買った方がいいと。お得ですね。ただしこれがキャリアショップさんのすごいところで、私はでも機種を2年間に1回は買い替えていきたいんだとか、っていうこういった買い替えスパンがある程度もう見えているような、そういう希望がある方はキャリアショップで買うと、ちょっといくらまでは言えないんですけども、おそらく場合によっては半額程度で2年間の支払いが、買った機種を2年間使って返却すると2年間分の支払いだけで済むんだよっていう、そうだ、そういうキャンペーンがあるんですよ。なんか知らないけどそういうことになってる。そんな自分がなってる分かんないけど2年後になんか買えなくちゃいけないんだけど、うん、1年後に出ちゃったりとかするからね。そうなんです、みたいなところは。そういう方とか、あとはまあ本当にサポートをしっかりお店でしてほしいんだよっていう方に関しては、ぜひキャリアショップでのご購入ご予約っていうのを検討していただきたい。そっかそっかそっか。だからアップルストアだともう本当に機種をそのまま買う、もう 100% の金額で買うっていうことだけど、 そうですね、そういったショップの方だと、いわゆるそういったこうなんか ルールプランで買うことができるから、 その分お得に購入できる可能性があると、あるというお話ですね。買うときどっちですか？僕は、このキャリアショップでの購入の方が多いです。できるでしょ、でも自分で。自分でもできるんですけどさっき言ったような、まあ、買い替えのスパンだったりとかっていう2年間の支払い総額で考えると、やはりキャリアショップで、なんだったらその今使っているのがドコモだった場合、au さん、ソフトバンクでっていう風に乗り換えっていうのをさらに使うと、さらに値引きがかけられるので、こういったところで通常で買うよりも2万円3万円、場合によっては本当に半額ぐらいで済んでしまうっていうようなキャンペーンもあるので。じゃあ一緒に買いに行こうぜひぜひお供させていただきますそれは心強いですねどうするってでもなんかそういうのを知ると、うん、なんか本当にお得な買い方って多分いろいろあると思うし、うん、その人にとってね、そう、うん、ね、どっちを選んでもいいかなっていうふうに思うけど、なかなかそういうの知らないとね、なんかこう言うがまま買って、うん、あ、もっとこういうふうにすれば、ね、分からないこと言われて、分からないこと言って分からないまま帰ってくるみたいなそうあるある、うん、確かにそうなんですね、うん。いや、そういったことを踏まえて、まあ、来週、再来週、そうだよ、もう、そうですね、もうすぐですね、うん、じゃあ今もうみんなそろそろ買い替えたいなとか考えてると、今からもうちょっと準備をしておかないと、そうですね、間に合わないかなと思うし、まあ、もうすでにこうネットでいろんな情報が、まあ、噂レベルで出てるので、何にこう、あ、いいなと思うものがあればちょっとポチッと予約をまずするというのがまず一番ですね、準備としては。そうですね、一番してほしいのは本当にまず買う、決めたら、予約をする、ここまではもうすぐやりましょうで、あと、まあ、さっき、殺到してなかなかこう購入、当日では購入できないっていうのがあったと思うんですけど、店舗にも一応こうあったりはするんですか？なんかよく並んでたりするの見るじゃないですか、店舗とかで、ああいうのってなんか店舗にも一応在庫みたいなのっていうのはあるんですか？そうですね、おそらく、まあ、当日買うってなると発売から1週間ぐらいは基本的にはもう予約でしか入らない形が多いんじゃないかなとは思います。一部その予約をした方がキャンセルしたことで出てきた、はいはいはい、あるかねそこまで来ていや、まあ、少ないですね、めったにはないかもしれないですけど、そういうタイミングにはまれば、ラッキーで買えてしまうなんてこともあるかもしれないですね。じゃあやっぱり基本的にはもう予約をしないと、まあ、すぐには手に入らないよっていうことなんですね。おっしゃる通りでございます。なかなか大変ありがとうございます。大イベントだな、本当にね、大きいイベントだと思いますよ、ね、はい。なんかね、まあ、
今回ちょっと iPhone の、まあ、準備というか、うん、買うための準備だったりも話したんですけど、うん、またちょっと次回もね、うん、来ていただいて、まあ、今度例えば買い替えとか iPhone に限らずの部分も含めて、うん、あとはもう次に来る時にはもう出てるんで、そうよ、手にしてるかもしれない、はい、次が多分18日になるんですかね、かな、うん、発売の少し前、ちょっと前かな、本当直前、そうよ、まだよ、最後確認しようか、でも発表はされてるから、あ、そうか、昨日の面とかは、ね、確定情報でお知らせができるかもしれないので、うん、ぜひそのあたりお伝えできればと思ってます、ね、はい、はい、また高橋さん今日はありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、はい、次回またよろしくお願いします、いつでもお誘いください、お待ちしております、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、アップデートワークショップのコーナーです、さてですね、はい、まあ、キリンさんとはいろいろ上場会社の話とかいろいろしてきたと思うんですけど、うん、で、あとはうちのね、今は株主にしていただいてジュビッと株主ちょびっとですけどでも株主になことは変わりはないのであれなんですけど、うんうん、じゃあ株主になったら今日はですね、今日のテーマとしては、うん、株主ってそもそもどういうことってことなんですよ、うん、皆さん株主株主とかって言うんですけど、うん、株主になったらじゃあそもそも何ができるの、うん、っていうことって意外と多分分かんないと思うんですよ、あ、そうね、まあ、ケンさんは多分自慢すると思うんですけど株主だぜって、あ、そうそう、そのためとそう、そのためでもその前の本当のところは応援したいなっていうのを、うん、知ってるところを、そうね、普通その前って全然どこも知らないから、うん、いい悪いが分かんないから手が出せなかったんだけど、うん、でもなんか好きなのを選ぼうかなとか思ってた、うん、そうですね、けどたまたま、ね、ラジオで一緒のところでそういうのができるって教えてくれたから、はい、じゃあ応援のつもりで、うん、っていう感じ、いや、もうそのスタートが最高ですけど、株主って、まあ、基本的に、まあ、株を買ったらもちろん株主になれるわけなんですけど、ちょっとだろうが大きいだろうが、ね、関係ないですから株主は株主株主は株主なんですけど、言い方があるのないの、株主とかあ、でも大株主は大株主、あ、いいな、どっからさあもう大量に保有していただけるとなんですけど、ね、いいっていうのはありますと、うん、で、株主になるといわゆる株主のいわゆる、まあ、権利みたいなのがあるんですね、うんうん、で、まあ、一般的に言われている3つがあって、どういう権利が得られるかっていうと、一つは配当って言われるんです、はい、あとは株主優待、あ、言うたいね、言うたいね、あとは議決権っていうものがある、ちょっといきなりね議決権になっちゃったけど、そうで、特に前の2つは全ての会社さんが出してるわけではないんですけど、うん、配当金もあるとことないとこも、もちろんです、まあ、配当金から説明すると、まあ、配当金っていうのは、まあ、いわゆるお金なんですけど、うんうん、要はその会社が例えば業績が良かったりとか、うんうん、その利益の中から株主さんにこう配当していくんですよ、うん、ちょっとくれるんだ、ちょっとくれるんですね、うん、でそれはもちろん出しますよ って出してるところもあれば、うん、うちは出しませんよって言ってるところもあるんですね、うん、どっちでもいいんだ、会社が決めればいいんだ、どっちでもいいです、うん、でやっぱりそれってなんで出すのっていうと、やっぱり続けて応援をしてほしいし、うんうんうん、やっぱり株主に還元する意味合いがあるんで、うんうん、まあ、ちょっと嬉しいよね、ちょっとでもね、あるとね、うん、でもちろん大きく持ってたら、うん、たくさん持ってたら、ね、配当金も結構ねドンと来たりとかするので、ね、やっぱりそのあたりはやっぱり株主還元として、うん、やっぱりさらなる応援をしてもらおうっていうものもあるので、うんうん、そういった形で配分してるっていうのがあります、うんうん、でもう一つの、株主優待ですね、うん、まあ、これはちょっと聞いたことあるかなと思うんですけど、それはまだやってなくて、そういうやってるとこはね、うん、だからそれやってみて、はい、好きなのが届いたら嬉しいなっていうのは、そうですね、うん、まあ、いわゆる優待を受けられるっていうものの、株主だからこそ優待を受けられるっていうもので、うんうんうん、まあ基本的なパターンとしては、その自社で何か商品を出してれば、うん、 なんかその商品が届く、そうだね、例えばシャンプーとか、そういうなんかね、そういうものが届いたりする、うん、でそれはもちろん株持ってる株に応じていろいろこうランクがあったりとかするんですけど、うんうん、まあ、あとはなんか、まあ、よくテレビとかで出てるタレントさんとかもこうなんか映画のチケットもらったとか、あ、そうそうそう、あるじゃないですか、それで生活してる、それ見ててあれいいなと思った某投資家さんがいると思うんですけど、だからそういった優待って別に特段決まってるわけではなくて、お金、さっきの配当とは違う、いわゆる優待が受けられる、うんうん、で最近だとって言ったらあれですけど、なんかカタログギフトみたいなのもあったりするんですよ、
でもその中から自分がその自分の株にのポイントに合ったみたいな形で選べたりするので、それもいいね。それもやっぱり株主さんに向けてやっぱりどういうふうにやるっていうのはあると思います。はい、で最後議決権なんですけども、議決権っていうのは要は会社のルールとかそういったものに手を挙げるという意見を言うことができるんですね。じゃあその人、じゃあこの人を役にするのいいですかって株主に聞いて、それに対して、あ、私は嫌ですっていうことはできます。もちろん嫌だからって辞めさせることはできないんですけど、意見として、そうです、意見が会社に対して手を挙げることができますよ。まあ、それもいっぱいあってもちっちゃくても、いや同じです。そうなんだ。はい、なのでやっぱりそこの経営の一つに参加するっていうことが一つなんですね。はい、なので、まあ、株主になるといろいろそういったメリットみたいなのがあるんですね。まあ、権利、参加してる感があっていいね。そうです ね、はい、そのあたりを、まあ、認識していると、あ、株主ってこういうところができるんだなって思ってもらえるかなと思ってます。じゃあやっぱりよく考えて応援したいとことかね、関わりたいところに入った方がいい ね、そうです ね、よりその意識が強くなるかなと思ってます。なるほどね、勉強になりました。まあ、今回はそんなところで、まあ、次回はね、いよいよ株主総会って何やってんの、パーティーパーティーではないんですけどそのあたりちょっと説明していけたらなと思ってますので、はい、ぜひ楽しみにしててください。ありがとうございます。はい、ショーケースキャピタルの未来ミーティング、また次回もお楽しみに。国際色豊かな広報流になりますよ、キリンさん。はい、2つメディアワークス村上隆でございますよ。広報流のお時間でございます。よろしくお願いいたします。ね、今日もね、いや、え、そんな感じもできるのね。そういうことですよ、もう何だっていけますよ、僕も何の堪能ですから。だいたいね、大声で始まるんですよ。そうですか、ね、そうなんです。今日はこんなにエレガントに、そうそうそう、エレガントにね、アンニュイにね。あ、それで私も呼ばれたのかしら。そういうことですよ。そうですか、川上さんがまたね食べ過ぎちゃったみたいで体調不良でね、まあ、素敵、お休みですから。あら、でも今日ね、素晴らしいゲストなんですよ、もうなんと英語、フランス語、ご堪能で、ね、素敵、いませんよ、そんな日中って感じでね。そう、なおかつ、TBS のね、ワシントン支局にもね、その後いろんな PR、なんでしょそれは、国連関連のお仕事もされた、まあ、国際的じゃない。そうですよ、早速お呼びしちゃっていいですか。お呼びしてください。はい、ちょっとごめんごめん、ちょっと、なんか詰まってた、いつもと違うことするからあの雨がちょっと入ってきちゃった、雨のあれがいつき、じゃあお呼びしますよ。はい、はい、本日のゲストは株式会社キーメッセージインターナショナル代表取締役の岩沢浩一さんです。ようこそ、ご褒美へ、カモン、イエーイ。これがいつもの感じです。なるほど。いや、スタートしました。スタートしました。テンション上がりましたね。急にびっくりしましたけど、よろしくお願いします。すごいですよ。だからね、結構ね、広報流をスタートしてから、あんまりね、こうグローバルな方っていうのはね、初じゃないですか。そういう意味ではね。今日ちょっとそのあたりのこうグローバルに発信をしていくなら、日本企業どういうことを気をつけたらいいかとか、なんと岩沢さん、書籍をね、この9月末に出るんですかね。 ありがとうございます。これがね、説明力、説明に、そう、説明力が重要なんだっていうかね、こうすれば説明力上がるっていう本なんで、今日はそれをね、たっぷり聞いちゃおうかななんて思うんですけどね。恐れ入ります。だからハードル上がりますよ。ハードル上げましたね。そう、書籍の説明をね、しっかりと伝わるものにしていただかないと。違うなと思います。大丈夫ですか。すいませんね。ということでね、まずはね、素晴らしいご経歴のところをね、ちょっといろいろとお伺いしたいなと思うんですけど、はい、まず岩沢さん、はい、大学出てから TBS のワシントン支局、はい、いきなりアメリカのワシントンでの勤務っていうことですよね。そうですね、一緒に NGO と TBS 掛け持ちた時期があったんですけど、はい、すごく優しい方にですね、拾っていただいて、はい、TBS、まあ、ほぼ一発目ですね、はい。ってことは報道をずっとご担当されてたんですか。はい、まあ、担当というか、お手伝いしてました。もう大先輩がいっぱいいらっしゃったんで、はい、
でその他のご経歴見るとですよ、その後、シリア日本大使館候補、シリア日本大使館ですよ、シリアどこにあるか知ってますか、シリア。分からない。ね、あと赤十字国際委員会南スーダン代表、西エクストリア州担当委員会、ええ、あ、じゃエクアトリア、ちょっともう読めません、カタカナなのに読めませんよ。すごいところからすごいところ、すごいところ、ね、だシリアもスーダンもエクアトリアもなんかよくどこか分かんないけども大変なご経験をされてるなって思うんですけど、いやいや主にその時の時代、どういったことをやられたんですか、はい、まあ、広報なのかな、どうなんだろう。そうですね、なんか最近では広報やってますなんてよく言うんですけど、うん、多分広報って名前がついた仕事をしっかりしたのはそのシリア大使館で広報文化担当官が初めてじゃないですかね。へー、そうなんですよ。だからそっからですね、広報になったのは。なるほどなるほど。あのシリア日本大使館だから、うん、やっぱり日本のことをシリアに向けて広報していく、発信していくっていう立場になるんですか。おっしゃる通りですね。大使館なんでなんか広報とか文化みたいな担当をしていて、まあ、日本の文化とか、うん、あと日本語とかですね、うん、日本語教育結構大事で、そういったものをシリアの皆さんにお伝えするっていう。そうか、はい、そういう風になるわけですよ。だから変なまあお話ではなくて、その変なお話ではなくてっていうか、シリアっていうと危険なイメージがあるんですよ、はいはいはい、どうなんですかそのあたりは実際。そこはね、ぜひあの声を大にしていたいのはですね、当時は大変平和でした。平和だった。そうなんですよ。シリアが。そうなんです。当時は平和でしたね。そうそう。当時平和で、でもこのまま続くもんかねと言っていたらですね。うん、まあアラブの春がってやつが起きて。なるほど。いろいろ大変になったってことですけど。うん、僕今ねさらりとなるほどなんて言いましたけど、アラブの春がって言われて。僕にその知識があるかどうかも置いといてね。でも平和な時期に広報をやってらっしゃったっていうことですよ。考えられます、シリアに住みながら日本のことを広報するって、ね、もともとあの求めていたらそういう道が開かれたんですか、はい、突然思ってなかったけど、はい、もう君やってくれよって なってたんですか。なんか日本に帰ってきて、いわゆる国際的な仕事をしようと思ったんですよね、うん、でコミュニケーションは大事だろうとずっと思ってて、うん、で仕事を探したらちょうどそういうあの枠があってですね、うん、はい、ちょうどよくね、募集があるんですね、しかもシリア勤務でまあ本当にその、まあ、そういう意味では好奇心の塊というか、うん、その全部見るとやっぱりこう和平というか平和なことの活動のところに結構一貫して置かれてるんだななんて思うんですけど、その次のですよ、日本国際問題研究所広報部長、こういう機関がまずあるんだなっていうのも驚きですし、これ主にどういうことをやってるのか、このシンクタンクですね、なんかあの、まあ、この業界の人だったら、うん、あの国際的 なんか国際関係みたいな、国際政治とかですね、うん、まあ、軍事経済も含めてああいうのをなんか研究する機関といったら一応名前は上がるみたいですね、上がりますね、はいはい、主にどんな問題というか、まあ、たくさん問題あると思うんですけど、はい、その時のこう、まあ、大きなそのトピックスだった問題ってどういうことなんですか、はい、例えば、まあ、その時々のあれですよ、情勢に応じてですよね、うん、やっぱその、米国の選挙があればそれある程度こういっぱい頑張るし、そっか、そういう、そうです、もう何でもかんでも、何でもかんでもそういうあれなんですね、はい、まあ、外務省と一応、まあ、いろいろ関係があるみたいです、はい、あ、そっか、外務省の、はい、そっか、関連がしている団体だったということなんですよね。いやだからね、なんかその広報、まあ、例えば日本企業が海外に向けて何か広報していくっていうところも、うん、まあ、専門でいらっしゃるんでしょうけど、うん、だからその 和平とか、ね、うん、国際問題とかそういうところも ね強いって、なかなかそんなスキルの人日本にそういないですよね。なんでしょうね、結構掛け合わせると少なくなってくる類らしいです。なんか、まあ、そうです、ね、そうそう、広報業界にいるとちょっと珍しい類になるっていう、うん、ことみたいですね、はい、そうですよね。で、まあ、ちょっとね一個その中の話として、うん、まあ、シリア勤務とか海外勤務とか、はい、いろんな危険な面にあったんじゃないかとか、うん、ハプニングがあったんじゃないかなって、なんかそういうのはあります。なんでしょうね、うん、なんか一つ言うんであればですよ、うん、なんか
危ないというか、うん、一番こう緊張感があった仕事あったの。あったなんか南スーダンで赤十字の仕事をした時に南スーダンか、はい、なんかあるですね、武装集団のからにあの逃げ出してくるんですよ。武装集団が、そう、武装集団から逃げ出してくる。逃げ出してくる、はい、ね、誘拐さ、もともと誘拐されてるんで、もうね、普段使わない言葉ばかりなんで武装集団から誘拐逃げてくる、もういろいろきな臭いことがあるんですよ、はい、日本平和ですけど、でその逃げてきた方をもともと生まれ故郷のウガンダに送り届けるというミッションがあったんですね。で、あのウガンダは南スーダン国境に行くわけです、うん、運んでね、でもともと武装集団から逃げてますから、まあなかなかピリピリするわけですよ、うん、で受け入れ側もピリピリするみたいな、うん、でその南スーダンとウガンダの国境があるわけです。で国境もある程度やっぱ幅があるんです、本物の国境、はいはいはい、線じゃなくて、線じゃなくて、そこはなんかある種こう、まあ、いい意味で治外法権、悪く言えば無法地帯なわけですよ。なるほど、そこはそう、だからね、その法律とかね、いろんな人の目が届かない場所が、何が起きても誰もこう何も言えないみたいな、言えないと、そう、人が死のうが何しようが、そうなんですよ、法律がないですから、ないんですよ。そこにこう、まあなかなか冷たい狭いところに連れてかれてですね、もう明らかに逃げられないところに連れてかれて、怖い怖い怖い、それでまあもちろんあのミッション自体は赤十字のミッションですから、非常にまともなお話ですから、まあいろいろ説明申し上げたわけですよ。でそれは OK なんですけど、その日たまたまですね、 あるその州政府からハンコを押した書類がないとダメだっていうことなんですけど、ハンコを押し忘れたんですね。お、書類、うっかりミスが、うっかりミスなんですよ、うっかりミスが命取りになるのかも本当に。でそれをなんかその連れてかれる途中でアシスタントが、うん、こういちハンコがないぞって言われて、うん、そうかとか言いながらですね冷や汗が吹き出してですねで、まあ、とはいえ、まあ、いろいろまさにこう説明を、なるほど、うまく説明をして、ね、説明しなきゃいけない、切り抜けた、生きて帰ってこれたということがありました、うん、というねさらりと話しましたけど、危ない危ない、もう武装集団の誘拐からねもうなんとか難を逃れたっていう、そういう話なんでしょうけども、まあもうそういうそのご経験、海外勤務を経てですよ、うん、でその後こう PR 会社というか、日本に帰国されていろいろと PR 会社、はい、それこそ民間の会社、まあ外資系の企業を日本で広報していくとか、うん、日本企業海外に発信していくとか、今の会社の業務自体も、はい、じゃあちょっとここで教えていただければなと思うんですけど、恐縮です、はい、今このキーメッセージインターナショナル、はい、このキーメッセージなんかポイントありそうですけど、どういう会社なんでしょうか、ね、なんでしょうね、まあ、広報とかコミュニケーションのコンサルの会社で自分が立ち上げたんですけど、なんか私が PR 会社でいろいろお世話になって勉強したときに、まあ、メディア対応トレーニングっていうのをよくやったんですよ、私トレーナーとして。その中で必ず資料を見ると一番大事なことはキーメッセージですよみたいな出てくるわけです。これをキーメッセージを伝えましょうみたいな、うん、まあ、広報の世界結構あるあるなんですけど、うん、だから、まあ、一番大事なことキーメッセージだから、まあ、これをちょっと名前にしてみようかみたいなとこから始まったんです。社名にしてね。でかつ、まあ、強みとしては、まあ、いろんな、ね、南スーダンとかシリアとかあるんで、まあ、国際的なことがいいんじゃないかと思って、でこういう長い社名になったって。なるほど。略して KMI って自分で言わないと誰も覚えてこない、ね、KMI というところなんですが、はい、やっぱりキーメッセージってすごくこう重要で、伝えるべきことは何なのかっていうことだと、まあ、この後の説明力とか何もかかってくると思うんですが、こうやっぱりいろんな経験を経て、まあ、日本企業にねアドバイスをするとしたら、なんか海外に伝えていくときに、広報していくときに重要なポイントっていうのは何かあったりするんですかね。あ、うん、海外に伝えていくときですね。海外に伝えていく、やっぱ多分国際広報とか、うん、グローバル PR、まあ、いろんな難しかったり、まあ、難しくなかったりするポイントがあると思うんですけど、うん、やっぱ一つはこうルール、まあ、プロトコルとか外交の世界でプロトコルっていうんですけど、お、難しい言葉、プロトコルが、なんかあの大使館とかにいるとプロトコルって言って、なんだろうっていう、あの、うん、いろんな訳があるんですよね、うん、それ規約とか議典とか言うんですけど、うん、まあ、要はルールが違うってことなんですよ。なるほどなるほど。で、まあ、合に入れてはじゃないですけど、お互いにルールが違うってことは、まあ、それは踏まえた上で、うん、外に出るんであれば向こうのルールをちゃんと踏まえて何かやるし、で来てもらうんであれば日本のルールで何かやるしってことで、
そこをうまくこう行ったり来たりするのが多分難しいのかなって気がしますけどね。確かにそうですよね、うん、なんかこう一言でこうグローバル広報だったりグローバル PR とかって言っても、うん、国がまた違うとルールも変わるじゃないですか。そうですね。この辺なんかポイントとかあったりするんですか。やっぱりそのルールはまずはある程度基礎はしろっていうのはあると思うんですけど、うんはい、なんかその他何かこう、 こういうとこ気をつけた方がいいんじゃないかみたいなのとか。グッドクエスチョンです。さすがにありがとうございます嬉しい、いえいえ、ありがとうございますいえいえ恐縮。多分私がいつも申し上げるのは、うん、2つぐらいなんか落とし穴があって、おで一つは文化の氷説っていう名前がついてるんですけど、難しい言葉出てくる、氷説、ごめんなさい、文化の盗用とかね、盗用、盗む、盗む、盗む、はいはい、で結構これは今でもよくあると思うし難しいんですよね。なんか例えばある大きな会社が自分の、まあ、ファッションブランドです、うん、そのファッションブランドが海外にアジア向けに CM 作るときに、うん、例えばお箸でピザ食べるとかですね、うん、そういう場面を撮ると、はいはいはい、であちらからすると面白いね、なんかちょっとファッショナブルあれなんですけど、ただその、まあ、我々もお箸使いますけど、こっちからするとあれなんかバカにしてんのとかですね、あるじゃないですか。これはある、超微妙なんですよね、うん、で人によっては別にバカにされてると思わないけど、うん、ある見方するとなんか失礼だなと思ったりするじゃないですか。でああいうの例えばファッションショーでなんかネイティブアメリカンのすごく綺麗な衣装を着て出てくるとか、うんうん、であれも綺麗だねって思う人もいるし、なんかちょっと失礼じゃないと思う人もいるんですよ。そうそう、なんかねバカにしてんじゃないかとか、そういう目線もあって、あれをね思わずやっちゃったり思わず言っちゃったりっていうのは結構難しいトラップだなと思いますよね。そうか、そこはあるな、確かに、ね、価値観が違うから ね、大事なものとかが、ね、なんかちょっと前ね、それこそブランド上げちゃうとあれですけど、グッチかプラダかなんかイタリアのあれでね、うん、やっぱりこうアジア人差別じゃないかっていう、僕たちがそれ見てもおそらくそうは思わないんですけど、こう目がつり上がっている、メイクなんかメイクなのか何なのかちょっとド忘れしましたよ。そうするとやっぱりそれを声を荒げるアジア人たちがいるわけですよ。でもね、そのグローバルキャンペーンも中止に、中止になるっていうとかね、特にアメリカだと今一番うるさいというかね、そのアジア人差別とかっていうのね、まあ、でも実際そういうふうに思ってる人もいますし、実際にアジア人のことをね、うん、難しい問題ですよね。難しいんですよね。それが一つ、それが一つ目ですね、はい、もう一つはプロパガンダですね。プロパガンダ、ほら今日はもう全部テロップに出てますよプロパガンダ、プロパガンダプロパンガスガスって なんとか違う違う、もうピーいっぱいプロトコルだプロパガンダですよ。プロパガンダ、プロパガンダはもう微妙ですよね。プロパガンダもだから文化の盗用と一緒で、思わずあれやっちゃってるのかなとか、うん、思わず乗っかってるなっていう、その思わずさが難しいなと思うんですよね。なるほど。例えばどんな、例えばなんかやっぱ国境を越えるじゃないですか、うん、国が違うと日本の自分のサービスを展開してるつもりで、知らないうちに日本アピールをしだす、日本アピールしだすと知らないうちに日本いいとこだよみたいな話になってきてですね、うん、あで向こうからするとこの人はなんか国の宣伝に来たんじゃないかみたいな、うん、そこの線引きがですね、知らないうちに曖昧になるんですよね、うん、あそれはやっぱり実務とした岩沢さんならではというか、そっか、だからやっぱりこうプロパガンダというか、こうプロパガンダってこう説明、それこそ説明すごい難しいですけど、何かこの そういう経験がないから分かんないですけど、なんか日本とか、うん、やけに日本の習慣をおっしゃったりとか、こうなんでしょう、アジアをおっしゃったりとかね、まあ日本いいとこだよともちろん言いたいんですけど、うん、そういうふうになっちゃう、その製品をしたいのにそういうふうになんか国を啓蒙啓発するようなことになっちゃうみたいな、そうありますよね。なるんですね。自分で気をつけるんですか、それともスタッフの人にちょっと、うん、言い過ぎちゃったら止めてねみたいな。いやもう相手の反応を見てあれまずいかなと思いますよね。でも逆もしっかりじゃないですか、うん、まあ逆もしっかりですよね。あちらがなんか言ったらなんかこの人はどういう宣伝なんだろうと思う時もあるし、うん、そうですね。アメリカとか特にそれなんかうまいなと思うんです、ハリウッド映画を通してね、うん、例えばやっぱりヒーローがこの昔とかもっと分かりやすかったんですけど、ランボーが例えば怒りのアフガンとかっていう、ランボーする怒りのアフガン、もうとにかくそのまあそのロシアはソ連はね当時の悪いやつで、アメリカがヒーローで
ロッキーとかも、ドル、ね、フォーか、フォーかなんかもね、うん、ありましたし、はい、で今もねやっぱりこうなんでしょう、キャプテンアメリカとかなんかアメリカがすごいヒーローで強いとか分かりやすいですよね。もう世界のヒーローはアメリカなんだよ、あれもまあプロパガンダ映画っちゃ、うん、まあ、プロパガンダになるのかななんて思うんですけど、紙一重ですよね、うん、まあね、そっか、そういうところを気をつけなきゃっていうところなんですけど、まあね、今日のね話はね、ここからね、まあいろいろとちょっとねテクニックと気をつけるべきポイントを教えてもらったんですけど、この9月末に出る書籍ですよ、うん、ありがとうございます。タイトルがね、世界標準の説明力、頭のいい説明には型があるっていう、これ本当にこの本を説明するのがハードル高いですよ。高いんですよ、ちょっと ね、 ね、ぜひちょっと教えてもらえて、これどういう書籍なんですか。ソフトバンク前株だったかな、ね、そういう説明なんです。出版社の、ね、説明はいいんですよ。どういう本なのかっていう出版社の説明ですよ。編集者の方とのタッグでね、こうタイトルも決まったし、カバーも決まるじゃないですか、うん、まあ、一応あの、ね、クレジット入れておきますけども、はい、説明についての本っていうのがまずそうですね、3分の1ぐらいです。なるほど。説明自体をどう説明しますかって言われて難しいじゃないですか。難しい。それを最初に一生懸命試みたっていう本ですよね。なるほど、なるほど、はい、それがまず3分の1ぐらいで、なるほど。で中の、ま、3分の1、次の3分の1目ですね、うん、がその中でもメッセージハウスっていう、ほら出てきましたよ、またここまたテロップでね、メッセージハウスっていうちょっとなんか素敵な言葉、ね、そうなんですよ、うん、そういう世界的には世界標準で知られた多くの大企業大組織が使っているフレームワークってやつね、型があるんですよ、うん、構造型があって、それ実は業界人はみんな知ってますって感じの人が多いんですけど、業界外の人は何ですかっていう人が多いらしい。いやそりゃそうでしょうね、分かんないです。それがこの本に書かれてるんですか。でそれをなんかちゃんと真正面から捉えて説明した本がなかったらしいんですよ、うん、だから頑張ろうって書いたのがこの本。なるほど、ね、だからやっぱり説明力ってこう何ですかね、今まあラジオとかって説明力の塊というか、説明 し、うんうん、してこう頭に描いてもらったりだとか、話を聞いてまあそれこそね理解してもらわなきゃいけないというか、笑ってもらったりもしなきゃいけないから、もうそんなこと言うともう説明力のがすごい要される媒体だとは思うんですけど、一番最初なんかビジネスの世界でよく言うのは結果から話せよとかよく言われるじゃないですか。この辺っていうのはどうでしょう、こう世界標準の中で何か物事を伝えていく順番とかポイントとかって何かあったりするんですか。はい、もう読んでいただいたかのような、ありがとうございます。素晴らしい質問をいただきました、ありがとうございます。世界標準って歌ってるじゃないですか、うん、で、まあ、まさに村上さんがおっしゃったのは逆ピラミッドってやつですよね、うん、最初になんか結論を話せみたいな、うん、メディアの記事とかも大体そういう順番になってると、うん、ピラミッドがひっくり返ったやつですね、うん、でもそれって世界標準というか比較的まあ欧米が多かったりするわけですよ、うんうん、そうですね。だからそれが世界標準として紹介するには普通のピラミッド型も対応できないと困るわけですよ。なるほど。つまり結論じゃないとこから話し始めて最後結論で終わる、うん、日本語のコミュニケーションそういうの多いですよね。だからその両方にも対応できるのが一応メッセージハウスっていう位置づけなんですよ。なるほど、うん、そういうのがメッセージハウスなんですって。ちょっとこれ聞いてみましょう、メッセージハウスがどういうものなのかっていうのを説明をね、うん、はい、していただくということで、ちょっとしっかりもうみんなものすごいプレッシャーかけて聞いてますから、メッセージハウスとは何かっていう、あ、ハードル上がりましたね、はい、頑張りますけど。難しいですけど簡単なんです、うん、まあ、売りはまあ世界標準というのは実際に多くの世界的な企業が採用している、採用している、うん、もう一つはそれがすごい難しかったらみんな使えないじゃないですか。そうですよね、うん、なんかあと思い出せなかったら使えないし、使えない、だからすごいシンプルなんですよ、ね、うん、すごいシンプルかつ世界標準なのがメッセージハウスのまだいいところなんですね、うん、で何がいいかっていうと、その説明を説明する際に大事なのは5つぐらい要素があると思ってて、たったの5つですよ、ただ5つ覚えて帰りましょう、ただ5つ、はい、もうすごく簡単だと思います、うん、要は何でしょう、誰がどうして何を、どういう状況で、まあ、どうやってっていう、どうやって、でそのうちの一番最初の3つが一番大事だっていう話で、うん、で、誰がと、まあ、誰にですよね、うん、つまり目的とその相手ですよ、うん、その2つが大事ですよっていうのがまずあって、そういうのを
あのメッセージハウスっていうと、まあ、家ですよね。家ですよね。家でその家の上にですね太陽とですね月星々みたいなのを置くわけです、うん、でその2つがあの片方だけで決まんないっていうのがポイントなんですよね。つまり初めから自分の目的がありますよと、うん、だけど相手のことはあんまり気にしてませんよじゃ伝わらないじゃないですか、うん、逆に相手の言葉を考えすぎて自分の言いたいこと全然伝わらなかったのもこれもあんまうまくないと、うん、だからその目的ってやつとターゲット、まあ、ターゲットオーディエンスって言いますけど、うん、ターゲットは両方の兼ね合いで初めて決まってくるっていう、なるほど、ことがまあ一つ大事、それをメッセージハウス見るとまあ一目だっていう話なんですよね。なるほどなるほど、はい、であともう一つは、まあ、メッセージです。まさに何をっていうところはメッセージじゃないですか、うん、でそれがあのハウスの屋根に当たるんですよ。屋根に当たるんですね。何を当たります、はい、だからもうそのみ、まあ、あとキーメッセージ、まさに一番大事なメッセージ、うん、キーメッセージ、社名にもなってる、そこに出てくるわけですよ。なるほど、なるほど。であとそのもうちょっと細かいメッセージが、まあ、キーがつかない普通のメッセージ、メッセージ、あとまあインフラがあって、うん、それだけでそれだけ頭入っていれば、まあ、広報の世界しかりですね、うん、あの大事なことは言い漏らさず帰ってこれると、そういうことをしやすくするためのフレームワークがメッセージハウスでございます。勉強になっちゃうな、これ今日もうすぐね、うん、キリンさん、クリスタルラジオの作ってくださいやばい、ちょっとメッセージハウス、はいはい、ね、うん、うん、うんっつってるよ分かってないなこれすごく私実はリアルタイムでちょっと書籍を出すにあたり企画書を出さなくちゃいけなくて、あら、もう先輩、もうまんま、もうまんまその通りあります、ね、はい、でもその書籍何が言いたいのかっていうのがね、はい、うん、そのメッセージハウス書くことに整理されるわけですよ、うん、ね、ということでもうお時間が、ね、ないんですね。ということで最後、はい、これだけは仕事として譲れないっていうポイントをもう決めてもらって終了しましょう。 ありがとうございます。お願いします。これだけというならば私のモットーを見えたものがあってですね、うん、それはあの、まあ、おもろく、うん、一つ目おもろく、そして遊びながら、遊びながら、いい加減にってやつですね。いい加減じゃなくていい加減、いい加減、うん、その3つがねどっか欠けてるとですね、なんかちょっとやる気なくなっちゃうっていうなるほど、自分自身これあるななんかそれがないとやっぱいけないな、それが譲れない感じがします。まあでも確かにね仕事を楽しみながらやるっていうのはね、とにかくね、うん、一番こう上達する、自分がもう嬉しいし周りも嬉しいよね。そういうことですよ、ちょっとですね、いいのをいただきました、うん、ということでございまして、本日のゲストは株式会社キーメッセージインターナショナル岩沢浩一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。 Thank you so much. How you doing, man?